県内は梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため大気の状態が非常に不安定になっています。1時間の雨の量は南国日照で午前7時までに53ミリと非常に激しい雨が降り、高知市でも午前6時20分までに 45.5 ミリの激しい雨が降りました。県内は引き続き明日夜遅くまで大気の状態が非常に不安定になる見込みで、落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。